エリア内に反応。ゴジラです。何か撃つ手があるはず。あります。このような事態を想定していたのかもしれません。何？どういうこと？ G-Force 設立時から進められている研究が今なら完成させられるかもしれません。つまりどういうことなの？ G エナジーの研究開発および G-Force の設立時の総理大臣は鳩ヶ谷氏の祖父にあたります。彼はゴジラに対抗し得る兵器としてゴジラを模し、同等の破壊力を持った人造怪獣の開発にも着手していました。ハードウェアとしては完成したのですが、ゴジラに関するデータが少なく、ソフトウェアの完成には至っておりません。それがゴジラとの戦闘により完成させるに足るデータを得たと？はい。一国の総理大臣が知らない人造怪獣開発とは恐れ入りました。面白い。人類の本気を見せてあげましょう。生存競争ですね。一刻も早く完成させなければ。ジェネレーター緊急停止シーケンスに入ります。停止完了までにかかる時間は180秒。 5.5 出撃。ジェネレーター出力低下。ジェネレーター一機破壊されました。5.5 30秒後に到達します。ジェネレーター出力低下。第4部隊攻撃を開始してください。ジェネレーター2機破壊されました。予想を上回る速さでジェネレーターを破壊。 5.5 到着しました。ゴジラにより緊急停止シーケンスが妨げられました。見えるぞゴジラ。
反応低下。 5.5 機能低下。戦況頑張しかありません。沈黙しました。ゴジラはなおも健在。データ収集は作戦失敗。ヤツの強さは一体何？どうして倒れないの？ゴジラの上陸予想地域を計算しています。